決めなきゃみたいなのもあったりとか、ちょっとらしい。なるほど。1個のアクションでアドバンテージも狙うし、もしダメならもう次のアクション、サイドサイドでボールを出して。これも雄大が作ってくれました。雄大ナイトソース誰でもできる、誰でもできる、誰でもできる、こんなの5分でできる。Alignment is like our fist chest, but it's not like a normal fist chest.前段階をやってるようなことが、まあ、僕の業務というか、まあ、毎週試合があってチームにつき、まあ大体4試合から5試合分ぐらいをこう見て準備、オフェンスディフェンスでこうちょっとこう切り分けていくような作業があるんですけど、うん、単純にバスケットのシュート、リバウンドとか、まあ、そういうのを、まあ、ラベルっていうんですけど、まあ、タグ付けしていくような感じで情報をこうどんどん入れていって、でオフェンスが終わったタイミングで、まあ、それが一つのこうクリップになってっていうのをこう繰り返し繰り返し1試合分それをこうバンって作るんですけど、2時間、まあ、たまに超えたりもしますけど、なんでまあ水曜ゲームの時はちょっとしんどいのはあります特にしんどい今からはどんなことするんですか？大丈夫、まあ、シューティング始める人もいる、まあ、それ手伝うのと、あとは今からちょっと真夏さん、菊池選手に映像を見せる。俺出て、はい、最初のオフェンス、ディフェンスからスタートだったような気もするんですけど、オフェンスで、まあ、ドラッグかけてもらった時にちょっと駆け引き、はい、まあ、なんていうんですかね、その攻める攻めないは真夏さんの感性とか判断でいいと思うんですけど、まあ、その余裕を持つ意味でも判断するためにもちょっとこの間を作りたいんで、近い人が捕まえるかもしれない、そんな感じです。ありがとうございます。ありがとう。席終わりです先輩のこう菊池さんにもとずまずま言うべきことは言うみたいな。言います言います。多分先輩だと思ってないんで先輩だと思ってるから、できると思ってるから言ってるんですよ。伝え方とか弱いと思う。別になんか否定はしない。これ今シーズンから加入して、1年目って結構大変だとは思うんですけど、なんかそれをあんまり感じさせないというか。練習の映像をあのチームで共有してるんですけど、選手とかが、まあ、見れるようで、例えば1時間半ぐらいボンってあって、それをただ上げるだけだとちょっと選手めんどくさいじゃないですか。例えば自分の出てるとこだけ見たいとか、なんかあ、まあ、練習メニューで あの練習だけ見たいとかなった時にそこだけ切り取ってた方が多分見やすいと思うんで、練習メニュードリル前にちょっとこう区切って、まあ、見たいとこだけ見れるようにみたいな。高校まではバスケも普通に選手でプロの選手になりたいって思って書いてた記憶があります。なんか一つのことに熱中するっていうか、全てを捧げるみたいな、こんな楽しいんだなみたいな、なんか他に帰れないという、そういうのをこう学ばせてくれたというか、まあ、4年間やったことがそのままありがたいことに仕事にさせてもらってるんで。
1月27日、28日、島根スタノーマジック戦。試合中何をやってるの？ライブコーディングっていうんですけど、うん、試合の起きてることをそのライブで同時進行で応援する映像、みたいな感じで切り分けてる。コーチ陣が前列から見てるじゃないですか。下から見るとどっか見てたら多分どっか見えづらいっていうのがあるんで、何が起きてたかとかっていうのを聞かれたときに、多分こっちの映像が分かりますので、この映像でまあフィードバックできるように。僕なりにこう振り返りというか作って、オフェンスディフェンスどちらもですね、映像を共有するのを第一優先に、個人向けのビデオをまとめたりとかしながらっていうのがあって、次のスカウティングに入ってっていう感じですかね。普段は常にサイズになったら外守るの、まあ、得意じゃないのもあるし、剥がれてたんで、まあ、チャンスになりそうかなっていうのをドリブルついてで、特にまあジョシュスコット下がってるんで、試合前に須田さんがまあペイントに入っていってチャンスがあるし、ダメだったらお金さばして騒いで次でっていうのを伝えてて、よかったなみたいなのはありましたし、女子のところは1個のアクションの1個のアクションでアドバンテージも狙うし、もしダメならもう次のアクション、サイドとサイドでボールを出して我慢強くいいスクリーンかけてっていうのがこういうふうにずれてきてるんで、ペイントに入った時にもし人がいるならしっかり止まって相手に止めて、そうやって粘り強くやってほしい。嬉しいですね。我慢強くやっていくしかないとは思うので、投資していけたらなと思います。このチームのためになってるかもなって思ったら頑張れるっていうのがあるかもしれないです。一つの目標に対して全員がこう自分のできることで
貢献しようとしてる、そういう、こう感じが、まあ、僕としてもすごいやりがいだし、やってて楽しいなと思うポイントなので、ドルバムの皆さんもなんかそういう一部だと、みんなで作り上げていると思うので、みんなで戦っていけたらいいんじゃないかなって思います。